今日も暑くなりましたが、明日はさらに厳しい暑さとなるところありそうですね、はい、そうですね。明日は高気圧にしっかりと覆われて、まあ、気温が今日以上に上がるところが多くなりそうです、はい、では、まずは明日の予想気温を確認しましょう。こちらです、はい、こちら明日の予想気温なんですが、40度を、ウェザーニュース予想している地点があります、はい、こちら、群馬県の、館林など、また栃木県佐野、埼玉県の熊谷でも、40度まで上がる予想です、まあ、ちょうど県境付近で、一番気温が上がるかなと思われます。でその他ですね、こういった前橋の40度以外でも仙台でも35度、猛暑日、あと福井36度、鳥取も36度と日本海側でも明日はぐっと気温が上がってきそうなんです、はいはい、そして高気圧に覆われるということが一つの要因ですが、まあ、そのためですね、上空の気温も非常に高くなります、こちらは明日午後3時の、上空1500メートル付近の気温なんですが、こちら、見てほしいのがこのラインですね。これは21と書いていますが、まあ、上空1500メートル付近で21度といった形です、はい、でそれよりもこの白い線ありますね、はいはい、この21度よりも高い、空気になります、はい、これは24度になるんですね、はい、でここ判例が実は21度までしかありません、はいはい、まあ、24度まで上がることはもうそうないだろうということで判例も作っていなかったんですが、はい、それだけ珍しい暖かい空気に、うん、関東地方中心に覆われるということになります、まあ、そのため、はい、40度まで、まあ、気温が上がるところが出てくるということですね、はい、明日は、6月としては異例の暑さ、もうすでに異例の暑さが続いているんですが、それを上回るような暑さになってきそうです。はい、わかりました。熱中症対策は引き続き安全に行っていただければと思います。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。